今日も南側の竹やぶに来て倒れた竹の伐採などのアフターケアをしています。入り口の付近の竹は下の家の方に倒れると困るのでだいぶ伐採しました。西側の入り口のところに植えたマイソールには運悪く竹が倒れてきて家計カットせざるを得ませんでした。リュスレの方は無事でしたね。まあレッドタイガーもぶつかりませんでした。北昇ニュークッキング、それから小株を従えたバナナマッサンなども倒れた竹はぶつかりませんでしたね。竹を切ったり枯れた葉がらをカットしたり、それから多少傾斜しているものの株周りを調べたりですね。まあ来年開花結実見込み苗という見立てに間違いがなければ、今回台風11号で受けた葉がら葉身のダメージはまあないとは言えませんが、比較的軽く済んだように思います。まあ本格的な強烈な台風ですと葉がらや葉身のダメージだけじゃなく家計に対するダメージとか、場合によっては倒伏欠損などもありますんでね。風速50メートル級で最大瞬間風速がそれを上回るような突風として何度もやってくると、もうバナナはだいたい、バナナ園はだいたいダメになりますからね。 1,2 年はバナナを食べられなくなりますよね。まあ比較的元気にすくすくと伸びた若竹もおそらく南南東からの突風でだいぶこんな風に傾いちゃいましたね。ここですくとまっすぐ立っていたんですがね。まあこういうのはだいたい株元を見ればですね、株周り、そうですね、直径50センチ前後のどこか、あるいはかなりの部分で土塊が、土くれが浮き上がっちゃって根元からこう浮き上がるような感じになってるんですよね。まあ、竹もそうそう深く根を張るわけではないんです。すべての竹は横に根茎同士でつながっていますが、地下深くはですね潜っていません。それで見た目には一見台風なんかどうということはないだろうと思っても、やはり何本も倒れるんですよね。今日は溝の手前のところまで伐採したりバナナのケアをしたりしてきたんですね。竹林奥の方から倒れてきた竹などもあって、まあそれらもカットして細い枝葉はもうそのまま
擁壁沿いに伏せてあります。そういうのきちんと片付けようとしたら、その前にしなきゃいけない竹の伐採などができなくなりますんでね、やっとこの溝の手前まで、全部ではないんですが、まだ伐採した方がいいかなと思うものもあるんですが、緊急を要しないものはとりあえずはそのままにしておいて、こちらの溝を越えたところで一番大きくなっていた島バナナなどに、枯れ気味の枯れた竹ですねが倒れてきて、葉がら葉身を打つような格好になっていますので、そちらをの手直しが先ですね。これはまあここも2日ぐらいはかかるでしょうから、今昼ちょっと前なんですが、明日以降になるでしょうかね。まあ、山道で倒れている木の枝とかはまた改めて同じノコで伐採できませんので、竹は竹専用のノコギリで伐採しますし、その他の一般樹木は、一般樹木は別なノコギリで伐採しなきゃないですからね、まあ、どちらも持っては来ているんですが、竹を切るときは竹を切るのに専念する方が効率はいいですね。一般樹木の倒木の伐採は時間がかかりますのでね、竹はそんなに時間はかからないんですが、伐採した後適当な長さに寸断して、細い竹枝をカットするのにちょっと時間がかかりますけどね。さて今昼の時報が鳴りましたので、ちょっと片付けをしたり他の畑をさっと見回って、午前中はここまでですね。